こんにちは。シェア畑四季菜園アドバイザーの下道です。本日は春夏野菜の追肥についてご紹介したいと思います。追肥をする品目について紹介します。まずナス、ピーマン、キュウリ、トマト、この4品目について追肥をやりたいと思います。追肥のやり方については4品目ともみんな同じです。したがって本日はナスの追肥についてご紹介したいと思います。追肥の時期なんですけども、畝の中に苗を植えるときに元肥という肥料を入れてますけども、定植後1ヶ月ぐらい経ちますと肥料の養分が薄れてきます。その薄れる時期に追肥をやるのが一番いいと言われておりますので、植え付けてから1ヶ月後に追肥をやってください。ここにナスとシシトウとピーマンを植えてますけども、こういうふうに順調に育ってきております。ピーマンもトマトも一番花が咲いております。それではナスを例に追肥を今からやってみます。根っこから約30センチほど離れたところに追肥はやった方がいいと言われております。それはなぜかと言いますと、あまり近くにやりますとナスの根をこの移植ごてで切断してしまいます。したがって根っこがまだ到達してないであろう場所に追肥をやりたいと思います。追肥の容量は移植ごてで穴を開けてもいいし、こういう式の農園のシェア畑では支柱の折れたのを利用して追肥を入れる穴を開けてます。本日は両方やってみますので見ていてください。まず根っこから30センチほどのとこに深さ15センチ、この移植ごとの長さがおおよそ15センチでありますので、この深さ穴を掘って開けていただきたいと思います。それではやってみます。移植ごとをここまで差し込んでください。そしたら上下にこうちょっと揺すっていただいて穴が開きます。ここにシェア畑では鶏糞を追肥に使っております。1箇所に 30cc 追肥は入れてもらいたいと思います。これで3倍入れてもいいし、一握りが約 30cc なんです。覚えておいていただければ便利ですので、ここに 30cc を入れます。外にこぼれますと肥料の匂いを嗅いで虫が寄ってきますので、肥料が漏れたら中に入れてください。そして移植ごてを抜きます。水をここに注いでいただきたいと思います。鶏糞が早く腐敗しやすいように中に水を注ぎました。穴が開きっぱなしでは風とかいろいろな害虫も入りますのでですね、新たに土を持ってきて埋め戻しをしていただきたいんです。指で詰め込んでください。できればこういうふうにマルチが開いてない状態が理想です。したがってこういうふうな感じで穴埋めをしていただきたいと思います。反対側にも追肥を2箇所をやっていただきたいです。棒を使ってやってみます。だいたい10センチから15センチの深さで穴を開けていただきたいと思います。だいたい30センチぐらいのとこに穴を開けます。でぐるぐるぐるっと回して穴を開けていただきたいと思います。そしてスプーンでこの穴の中に 30cc 入れます。向こうと同じようにこの穴の中に水をやってください。穴の埋め戻しをしていただきたいと思います。人差し指等で押し込んでください。でここも多めに土をかぶせておいていただきたいと思います。これで追肥が終わりました。こちらと
こちらに追肥をやりました。この追肥をやってから3週間後に、次は別のこちら側とこちら側に追肥をやっていただきたいと思います。3回目からは畝の肩口を 40〜50cm 両側開けます。で、ここに肥料をやる方法を紹介したいと思います。マルチを開けたり、そういう面倒な方はここに移植ごてを刺して肥料を入れる方法もよろしいかと思いますので、やってみてください。この肥料のやり方はすでにもう根っこがこの辺まで来ていますので、ここにできないから外側にやります。したがって2回目の追肥が終わってから3週間後には外に追肥をやっていただきたいと思います。クワとかこの方で溝を切るんですけども、マルチをなるだけ破かないように開けていただきたいと思います。だいたい 40〜50cm 開けてもらえば十分だと思います。そしてこちらをめくっていただいて、ここにですね、肥料を一握り 30cc 撒いてください。そしてこちら側と同じように水をやります。終わりましたらピンでちゃんと止めて土をかぶせていただきたいと思います。これをこちら側にも同じような要領でやっていただきたいと思います。ナスとピーマンとシシトウとゴーヤ、キュウリはですね、同じ方法で追肥をやっていただいて結構です。トマトについてはですね、初期の段階で肥料をあまり与えすぎますと茎が大きくなって花芽ができた時に花が落下する恐れがありますので、トマトの成長の段階でこうよく観察しまして、肥料が効いてなければ追肥を若干少なめに 20cc ぐらいやっていただいた方がいいかと思います。今順調に育って肥料も効いてます。トマトの肥料が効いてない判断としまして、同じナス科のジャガイモの葉っぱなんですけども、このトマトの葉っぱがこういうふうに黄緑がかっていますと肥料が効いてないという判断の材料になりますので、全般にトマトの葉っぱが黄緑であれば追肥をやっていただきたいと思います。今日は春夏野菜の追肥の方法についてご紹介しました。ぜひ皆さんもやってみてください。シェア畑四季菜園アドバイザーの北道でした。チャンネル登録といいねボタン押してください。バイバイ。